はい、どうも、海です。本日はあの子を沼らせる恋のモテ心理学、続きからやっていこうと思います。はい、続きからやっていきましょう。前回ね、結構ためになる、マジでそういう心理学的な感じの、ね、学びになるゲームでしたよね。これすごく良かった。じゃあ今回もやっていきましょう。会話が続かない時の切り札。はい、こういうのもね、恋してる子にはすごくためになりそうだけど。せっかく二人きりなのに話す話題がなくなっちゃった。いやー、まあこういうのはあるあるだよね。私が好きそうな曲教えて。今日天気悪いね。いや、絶対天気の話は、うん、そうだねしか言えなくない。あ、これそっか、あれか、不正解だからってなんかイラストあるわけじゃなかったから、正解をとことん当てていけばいいのか。じゃあ好きそうな曲を教えて。はい、ズキューン。はい、ズキューンいただきました。人は自分の好きなものを人と共有することに喜びを覚えるもの。さらに相手に自分のことを考えてもらうきっかけにもなって親密度アップ。あー、まあ確かに、まず共有のことを話せる、ね、共通の話題があるのもいいことだし、ね、お互い好きな曲これって言ってたらさ、どっかお店とかで流れてたら、あ、誰々ちゃんのとか、誰々くんのって なるからね、頭に思い浮かべやすくなるし。相手の好きなタイプ。おい、あの子は単発の人がタイプだって言ってるけど。ああ、単発、それ本当にそれ、なんで頭の先だけちょこんってなってるの？それがいいの？坊主にでも何でもします。自分がイケてる髪型で勝負。いや、これは自分がイケてるじゃないのかな。ね、短いからってさ、それに合わせる。これでいいんだ。はい。相手の好きなタイプに寄せることで恋が生まれる可能性がアップ。多少演じてでも、まずは相手に興味を持ってもらうことから。ああ、そうなんだ。でもその髪型だけで人をさ、好き嫌い判断する？ねえ、恋愛でさ、あの好きな人の髪型は絶対これじゃなきゃ嫌みたいな人、私今まで見たことないけど、あるのかな。まああるかもしれないけどね。もう大変ですね。これって運命？連絡先交換したあの子からメッセージ来た。お、今日はありがとう。何、今日はありがとう、何したの？自分も今送ろうとしてた。メッセージありがとう。連絡先が、来て、こっち、今送ろうとしてた。はいはいはい、自分もそうだよって共通のね、気持ちを教える。偶然が積み重なるとシンクロニシティという効果が働いて、相手は運命かもっと感じちゃうそう。たとえ演出でも偶然を装ってみよう。あー、なるほどね。あまりにもこう偶然がね、好きなものとかすごく一致してたりすると、確かに運命かもってなるのかな。なるほどね。これはいいですね。メッセージの長さ。念願の連絡先交換。聞きたいことが多すぎて1回のメッセージでまとめる。長いな。1個ずつ小出しに聞く。絶対1個ずつ小出しでしょこれ。あんまね、長文って、よろしくない気がする。1つのメッセージで2つ以上の質問をされると返信面倒だなと感じるのはあなたも同じはず。話題は1回のメッセージに1個までが20丸。なる、そうよね。実際になんかね、ずらって長くなりすぎてるとちょっとめんどくさいってなっちゃうの、すごくわかる。だから本当その時にちょっとずつ話題広める方がね、いいってことですね。入学初日の一目惚れ。はい。これ正解のズキューンの男だ。入学初日一目惚れ。まず取るべき行動は、あ、可愛い女の子いますね。天使がすごい喜んでる。どこ中出身？電話番号教えて。いきなり電話番号やっぱ早いから、どこ中出身からじゃない？なんか定番じゃないこれ。あ、違うんだ。どこ中出身違うんだ。なんか私高校生の記憶正しければ、なんかね、どこ中みたいな感じで聞いてた。これダメなの？あ、いや別にあれ女友達に聞いてただけだけど、ダメだったのかな。人は新しいことに取り組んだ時のドキドキを恋のドキドキと錯覚しやすいそう。この状態なら普段は無理めなお願いでも成功率がアップ。本当に？ごめん、疑ってる私。だってさ、いや、そうなのかな、そうかもしれない。片思い相手と大学で再会。はい。お、いいね。
高校時代の片思いの相手が同じ大学にかける言葉はこれ運命感じちゃうんじゃない？週末花見行かない？サークル何入るの？いきなり花見。サークル何入るのってちょっと話題振るぐらいでいいんじゃない？ダメなんじゃ。なんで結構積極的に言っていいんだね。人は流されやすい生き物。大学生になれば恋人がいて当たり前という一般的な考えに影響されて恋したいモードになっている可能性大。いやー、そう本当に恋人がいて当たり前なことないでしょ。そんなことは絶対にないと思う。まあ恋したいモードっていうのはあるかもしれないけどね、特に驚愕とかだったら。なるほど。でも流されやすいの危なくない？あの子の好みを知りたい。はい。気になる子が喜ぶプレゼントをあげて仲良くなりたい。イラスト変わりましたね。可愛らしい。こっちも誕生日何が欲しい？私猫が好きなんだよね。ね、私猫が好きなんだよねっていきなり言うのあれだから。間違った。猫押しちゃった。合ってた。偶然合ってたわ。あまり交流のない人にいきなり直接的な質問をするよりも、自分は〇〇だと先に自己開示をすることで共通点を見つけやすくなるよ。なるほど。でもさ、さっきまでさ、あの一目惚れした女の子にいきなり電話番号聞いたりとか、それはいいのにさ、ダメなのこっちは。あのたプレゼント何が欲しいとかは難しいな。恋って難しいな。告白のタイミング。アプリで知り合ったあの子との初デート。今日は自分の思いを伝えるぞ。お、ふわふわガールですね。かわいい。好きです。また遊ぼうね。いや、いいでしょ。告白して。いや、いい。だって直球がいいんでしょ。なんで？私ダメだ。今日めっちゃ不正解。こっちなのか。人は出会ってから3回目までに相手の印象を固定するそう。もしも行動を起こすなら、キスや告白は3回目のデートでするのがグッド。あ、なるほどね。いきなり1回目じゃダメなのか。まあそっか、マッチングアプリで1回目で会ってるから、1日目だったらさすがにまだそこで判断できないもんね。合コンで、おい。合コンに誘われた。何を着ていこう。スーツ、カジュアル。カジュアルでいいんじゃないの？ね、の合コンでしょ？そんなガチガチに固めてたら、本当に、まあ、合コン行ったことないから私分からんけど、出会いの印象がいいとそのままの印象がずっと残るというショット効果が働いて恋愛関係に発展しやすいんだって。人は見た目が9割か。なかなかだな。1割しか中身ないの。本当に？9割難しいですね。でもカジュアルも別に悪い印象ではなくない？なんで？ダメ。カジュアル。どこに座る？ほい。合コンで一目惚れ。これからのお食事どの席に座ろう。また合コンネタですね。気になる子の向かい、気になる子の隣。これね、わかる。これはね、さすがに正解できる。向かい。マジで？本当に言ってる？わざと？わざと私をね、間違えさせようとしてる？人は自分のパーソナルスペースにいる人の方がそうでない人より好意を抱きやすいそう。そうなんだ。でも目見て話せないこともないか。別顔を横に向ければ見えるし、なんならね、あれじゃん。めっちゃ距離近いからこっちがいいのか。手を伸ばせば届く距離ぐらいがおすすめだよ。正面も手伸ばせば、お互い手伸ばせば届くって。前ダメなんか、目見て話すならいいのかなって思ったけど。会話のテンポ。はい。喋るのがとっても早いあの子。どういう風に会話するのがいい？ゆっくり落ち着いて、負けずに早く。いやー、負けずに早くしたらお互いも何言ってるか分かんなくなるから、こっちは落ち着いとこう。もう、やばい。全部正解してるって。なんで？ペーシングというテクニックを使って相手の会話のテンポに合わせることで、なんか気が合うと好意を抱いてもらいやすくなるよ。もう合わせることが大事だったのか。でもね、お互いペチャクチャ早かったらさ、ちょっと私ついていけなさそう。あの子と行くなら、はい。
先日の合コンでいい感じになったあの子、今度の休みに、あら可愛い清楚系な女の子、旅行に行こうよ、映画に行こうよ、いい感じで、別付き合ってないのに旅行は早すぎるんで、映画、これは映画一択。よしよし、あ、久しぶりになんか正解した気がする。いきなりの大きな要求は相手からすると受け入れにくいもの。うん、付き合ってないのに二人きりで旅行は絶対やばいよ。フットインザドアのテックを使ってまずは小さなお願いから始めよう。フットインザドア、いや、いちいちなんか用語かっこいいんだよな。なんかポップコーンね、取るときに手当たったのかな。そんなことないで。話題に困ったら、はい、さっき、あ、続きじゃないこれ。さっき見た映画の感想、さすがにもう続かない。次の話題は、普段はどんな映画見るの、サッカー興味ある、これ女の子があれかな、女の子気になってて話題振ろうとしてるんだ。普段どんな映画見るでいいんじゃないの。はいはい、今ね、こうちょっと深掘りにしていくみたいな話題を。次の話題が相手の興味のないものだと、あなたの好感度もダウン。盛り上がっていた前の話題を続けた方がまだリスクを回避できるかも。はいはいはい、深掘りしていくのがいいみたいなの前回どっかであった気がするし、私学んでってる。 SNS のアイコン、SNS のアイコン、好きな人に興味を持ってもらうなら、一番漏れた自撮り、友達との記念写真。いや、絶対これはさすがに、記念写真。はい、自撮りってだってナルシスト入ってないとできなくない？ナルシスト感のある自撮りは好感度ダウン。友達と 2,3 人で写っているたどりの写真なら、自然に好印象を与えることができるよ。うんうんうん、私なんならね、ペットのアイコンとかの人の方がもっと好きかもしれない。あ、この人ね、動物を大切にできるのかなって思うから、うん。デートでのプレゼント。はい。あの子にデートでプレゼントを渡したい。いつ渡す？会ってすぐに、デートの最後に。会ってすぐ荷物になっちゃうじゃん。だからデートの最後。これはデートの最後。うん。荷物になるよ。デートの最後が素敵な状況なら、ピークエンドの法則。ピークエンドの法則。で、お相手はまた会ってみたいと思ってくれるよ。終わり良ければ全てよし。おー、これはもういいですね。この二人は絶対今度、ね、付き合います。2回目のデートぐらいで多分付き合ってそう。ステージ30、デートの場所。はい。片思いの子と遊園地に来た。何に乗る？ジェットコースター、メリーゴーランド。片思いの子と2人でね、遊園地来れる時点でもう脈ありでしょ、絶対。メリーゴーランド、私ジェットコースター乗れないからこっちしか乗れないんですけど、でもこれもこれであれだから、ジェットコースターお互い楽しめ、あ、よかった、楽しめるタイプで。不安や恐怖を一緒に体験することで、吊り橋効果が働き、恋愛感情が生まれやすくなります。ホラー映画やお化け屋敷もおすすめ。いや、絶対私、ジェットコースターだけは絶対に乗らない。もう、学生の頃にさ、友達にさ、大丈夫大丈夫、いい、お願い、乗る乗ろうみたいな感じで言われて、乗った、もう地獄。もう無理。マジで乗らない。喧嘩をしちゃったら、もう行ける人、ジェットコースター得意な人の行ける行けるは絶対行けないもん。デート中に喧嘩しちゃった、どうする？自分からすぐに謝る、しばらく距離を置く。自分から謝るんじゃない？うん、しばらく距離を置いたら絶対そのまま破局しそう。物事を違う捉え方をする、リフレーミングを試そう。喧嘩をしたイコール本音で言い合える関係になったと考えれば、素直に謝れるかも。あー、なるほどね。確かに喧嘩できるってことはね、お互いやっぱ信頼してないと喧嘩ってなかなかできないとは思うし、うん、だから仲が深まったからこそちょっとすれ違いを起こって喧嘩っていうことになってるだろうしね。はい、だからお互いね、謝って、まあ価値観を共有し合うみたいな感じなのかな。隠れた趣味。はい、ショッピングデート中に見つけたぬいぐるみにときめいた。あー、かわいい。ときめいた、かわいいもの好きなのかな。かわいい。それより、あのカーテンさ、これさ、もういいんじゃない？こうギャップ、かわいいもの好きっていうの、うん、全然いいと思う。
いい意味でギャップを見せると、ゲインロスコウカが働き、相手をドキッとさせられます。逆に悪いギャップを見せないようにも注意。いや、これはめちゃくちゃ好印象ですね。可愛いもの好きとか、もう、あんたが可愛いわってなりそう。もうこの女の子も、ね、メロメロだよ、目が。次回のデートにつなげたい。はい。今度会う約束、いつ切り出すのがいい？別れ間際の改札で、レストランで食事中に。別れ間際だと急すぎないってなっちゃうから、まあゆったりしてるうちに、チーズとワインしかない。何このレストラン。そんなのあるの？はい。素敵な空間で美味しい食事をとると相手が話を受け入れやすくなる。ランチョンテクニック、ランチョンテクニックを利用しよう。2つのどっちが欠けてもダメ。へー、なるほど。両方合わさってやっと成り立つテクニック的な感じね。はいはい。まあね、マジで別れ際に言われてもえーってなるよね。デートでの食事。はい。このパスタいまいちだけど、あの子は美味しいって言ってる。こう食の好み合わないのか、それ結構きつそうだけどな。うん、茹で加減も最高だね。ちょっと塩気が足りなくない？正直に言おう、じゃないと長続きしない。我慢していいの？我慢したらさ、いつかきつくなるって。相手の行動やリアクションを真似することで距離が縮まる。ミラーリング、あ、ミラーリングは聞いたことある気がする。効果を活用してあの子のハートに大接近だ。まあ大接近、ね、この女の子のハートに大接近はできたかもしれないけど、自分の精神絶対すり減ってるって。終わろうと思ったんですけど、残りね40問しかこれなかったっぽいんで、もうやっちゃおう。サクッと、大雪の日のデート。はい。気になる子を食事に誘いたい。今日めっちゃ雪だけど、おー、今日はやめとこう。今夜空いてる。しかもハンバーガー、まあいいけど、いや、わざわざ、今日はやめとこうでいいんじゃない？これは。うんうん、無理に、もう死にそうな顔してたし。あ、これ不正解の男の子だ。固まってる。人は無意識に天気や気温などの外的要因に気持ちを左右されています。悪天候の時にばかり誘われるとあなたへの印象も悪くなるかも。あー、なるほどね。これはダメだな。もう天気晴れの時に誘おう、気持ちいい時に。はい。アイコンで着る服は？アイコンで着る服？ SNS のアイコンで着ると好感度がアップするのは？あの子の好きなブルー、清潔感のあるホワイト。あー、服、どっちでもよくね。まあ好きなブルーかな。じゃあ好きな色。違うんだ。清潔感のあるホワイト。でも好きな色でいいんじゃないの？なんでダメなんだろう。ブルーやブラウンは心を落ち着かせる効果がありますが、恋とはドキドキさせるもの。誰にでも好かれるホワイトなら信頼感もアップして20丸。なるほど、恋はドキドキさせるもの。なるほどね、落ち着かせるものじゃなくてドキドキさせなきゃダメなのか。ほわー、なるほど。アイコンを変える頻度は？ほい。このアイコンそろそろ飽きてきたけど。自撮りだ。自撮りさっきダメって言ってたよ。同じ写真で印象に残す。季節ごとに撮り直し。季節ごとに撮り直し、合ってた。なんかね、ちょっと模様替えした方が面白そうだしね。2、3ヶ月に一度を目安に変化を作ることで相手の興味をそそり、話のきっかけになるかも。季節に一度は新しい自分をアピールしよう。はいはい、なるほどね。で、自撮りいいの？さっきはなんかあんまり自撮りはナルシスト感があるみたいな言ってたけど、今のは大丈夫なのか。エアリプは効果的？ほい。本人には告げられない好きの気持ち。SNS に投稿しよう。そっと胸の奥に。エアリップって何だったっけ？エアリップ。なんだ？そっと胸の奥に。SNS に投稿しよう。胸の奥にしまってったらいいんじゃないの？ SNS ね、ちょっと流出したら怖いし。人は自分のこと好きな人。自分のことを好きな人よりも気持ちが読めない人の方により好意を抱くと。そうなんだ。エアリップで隙バレするのは恋愛では不利です。エアリップ、ごめん、エアリップがちょっと分かんないけど、隙バレするのってあんま良くないんだ。でもなんかね、好きっていうのが分かってたらさ、ちょっと意識するとかそういうのも聞いたことある気がするんだけど、違うのかな。好きなあの子の失恋。おい。
好きだったあの子が失恋したらしい、かけてあげる言葉。ああ、まあちょっと悪い、言い方悪いけどね、傷ついてるその傷につけ込むようにね、入っていいんじゃないの。元気出せよ、大変だったな。で、大変だったな、元気出せよだったらちょっとね、無理、今は無理って、マジで失恋した時に元気出せよって言われてもって感じだよね。失恋で自己肯定感が下がっている人は、それを回復させてくれた人に好意を抱きやすいそう。あ、いい、傷をね癒してあげてる。痛みに共感してあげることで好感度アップ。これはいいですね、めちゃくちゃ優しい。好きすぎてしんどい、語彙力が。あの子のことが好きすぎて辛い。取るべき行動は、相手の写真を持ち歩く。2番目に好きな人と遊ぶ。え、あの子のことが好きで2番目に好きな人って何なの。え、怖いんだけど。え、相手の写真、え、やだやだやだ。え、写真持ち歩くであってほしい。あ、ダメだよね。2番目に好きな人キープってことじゃん。え、最悪。え、そんないいの。好きな人を複数作って気持ちを分散させることで、メンタルも落ち着き、好きな人と早く付き合える可能性が上がる。そうなんだ。意外でしょ？めちゃくちゃ意外っていうか、そうなんだ。怖いな。めちゃくちゃに怖いんだけど。いや、まあね、それで実ったらいいし、浮気しなければいいけどね、まだ付き合ってないなら。浮気だけは絶対ダメだからね。